白鷺、白鷺は、西日本旅客鉄道、JR 西日本及び、東海旅客鉄道、JR 東海が、名古屋駅、米原駅、金沢駅間を、東海道本線、北陸本線経由で運行する特別急行列車で、ある。本校では、中京圏と北陸地方を、北陸本線経由で結んでいた、優等列車、 前原駅発着を含むの遠隔についても記述する。1964年10月1日に東海道新幹線の開業に合わせて名古屋駅と山駅間の特急列車として運転を開始した。しかし481軽電車の落成が間に合わず運転開始は12月25日にずれ込むことになった。運転開始当初から一等車と食堂車を含む11両編成で運行される。 2015年3月14日のダイヤ改正で、北陸新幹線の開業により、北陸新幹線と重複する金沢駅、富山駅間は廃止され、金沢駅、富山駅間は、シャトルタイプの新幹線、剣で代替された。また、金沢駅、倉温泉駅間についても廃止され、金沢駅発着の特急、のとかがり火で代替された。列車名は、 山中温泉の開け湯伝説に登場する白鷺が由来となっている。2011年7月に行われた JR 西日本の記者会見で北陸新幹線の開業後、金沢駅より東への特急の運行を取りやめることが発表された。富山県内から関西、中京圏へ向かう際に金沢駅で乗り換えが必要になり利便性が低下することから富山県は JR 西日本に対して特急の存続を求めていた。しかし、普通列車の運行の制約になることや、運行経費が第三セクター負担になった際に大赤字となることから特急の富山駅乗り入れの存続は難しいのではないかという見方もあった。結果、白鷺の金沢富山駅間の運転を取りやめることが2014年8月に公式発表され、 北陸新幹線金沢開業と同日の2015年3月14日のダイヤ改正をもって取りやめられた。この代替として北陸新幹線金沢富山間を各駅停車で往復する剣を設定し金沢駅で特急と乗り継ぎやすくすることで利便性の維持を図った。また乗り継ぎ割引を金沢駅においても導入することで 料金面でも利便性を確保したとしている。北陸新幹線金沢開業以前は、名古屋、和倉温泉間を運転する列車が1往復設定されていた。金沢駅、和倉温泉駅間について、JR 西日本は、同じく和倉温泉駅まで運行するサンダーバードの和倉温泉への点を継続することに、前向きな姿勢を示していた。サンダーバードの一往復を除いて、 特急の枕温泉駅への直通運転を取りやめ、新たに金沢、枕温泉間で5往復運転する特急を設定すると2014年8に発表された。2015年3月14日のダイヤ改正で、白鷺の金沢、枕温泉駅間の運転を取りやめ、金沢、枕温泉間に、特急、のとかがり火を往復設定し、北陸新幹線や特急と金沢駅で、 乗り継ぎやすいおダイヤを設定することで、三大都市圏からの利便性を維持、向上した。北陸新幹線の金沢・鶴ヶ間が延伸した際について、JR 西日本社長の来島達夫は、平行在来線区間を第三セクターに関することを念頭において、鶴ヶ駅への北への特急の乗り入れは行わず、鶴ヶ駅で特急から新幹線へ乗り換える形を、 想定していると明らかにしている。福井県側は、福井駅までの特急を存続させることや、敦賀駅までの特急について、乗り換えに不便しない用便数を確保すると、国土交通省に要請している。しかし、白鷺についてはもともと福井から、中京圏への鉄道利用者が少ないことに加え、東京方面への移動が、白鷺東海道新幹線経由から、 北陸新幹線経由へ、いかわることから、北陸新幹線鶴ヶ延信後の白鷺福井駅、乗り入れは難しいのではないかとの指摘がある。北陸新幹線の鶴ヶ沿い線ルートにおいて、後に決定される、オバマ、京都ルートが優位になった時期に、北陸経済連合会は、中京圏との利便性に配慮すべきとの観点から、白鷺の存続を要望してる。 2015年3月14日現在の運行外境は次の通り、定期列車は名古屋駅金沢駅間で8往復、前原駅金沢駅間で8往復の計16往復、1時間ごとに1本、前原駅の下り列車をおおむね毎時56分発、金沢駅の上り列車をおおむね毎時48分発で運転していい。号数については、 名古屋駅発着の列車が1の16号、前原駅発着の列車が51の66号となっている。このほか、臨時列車として、前原駅金沢駅間で3往復のダイヤが用意されており、多客機に運転されている。前原駅では、東海道新幹線との接続が考慮されており、日中は、光、 東京駅、新大阪駅発着列車と9から10分で接続して、福井県のあわら温泉駅以南から首都圏へつなぐ列車である。また、名古屋駅、米原駅から、富山県各地並びに、サンダーバードや、ダイナスターと共に、石川県の加賀温泉駅北から首都圏へ、重要なアクセスを担っている。2008年3月14日まで、通勤。 通学輸送の関係で平日のみ、泊まり発の白鷺が運転されていたが、翌15日のダイヤ改正で、オハヨーエクスプレスに、系統分割された。列車番号は、名古屋駅発着の列車が、号数 M、前原駅発着の列車は、号数プラス 5000M である。JR 東海と JR 西日本がそれぞれ自社線内を担当し、名古屋駅発着の列車は、 前原駅で交代する。なお、2004年3月ダイヤ改正までは運転しのみ、交代し、車掌は、両者ともに、終着駅まで乗務していた。1966年10月から1975年3月まで、名古屋駅金沢駅間で運転されていた、急行列車である。この区間では1964年に特急、白鷺が先に運転を開始していたため、 定期列車の運転本数は1往復から増発されることはなかった。一等車、またはグリーン車とビュッフェが連結された471.473系の12両編成で運転されていたが、1975年3月10日に白鷺に統合されて廃止された。列車名は石川県金沢市にある日本庭園、県六園が由来となっている。前原駅で 東海道新幹線と接続する急行列車として、1966年12月から1985年3月13日まで運転されていた急行列車である471系による6両編成で、米原駅金沢駅間で2往復、1往復は臨時列車運転され、新幹線との接続もよく、米原駅始発であることから着席が保証されるため、 利用客からの人気が高く、1968年10月には5往復、2往復は不定期列車に倍増された。1969年には、米原駅福井駅間の列車も設定されて6往復になり、1978年10月2日には全列車が定期列車になった。しかし、1982年11月15日に、 海津の増発により一往復にまで減少し、1985年3月14日に廃止された。列車名は、福井県内を流れる駆流川が由来となっている。古西線の開業により、米原駅経由で運転されていた内町などの列車が古西線経由に変更されることから、新たに米原駅で東海道新幹線に接続する。 特急列車として1975年3月10日から2003年9月、例まで、米原駅、金沢駅、富山駅間で運転されていた列車である。運転開始当初から、L 特急に指定され、6往復が運転されていた。485系7両編成で、食堂車は運転開始当初から連結されていなかった。夕焼けの当人棒をイラストにしたヘッドマークが掲げられ、 1978年10月のダイヤ改正では在来線の列車として表低速度が時速 86.1km に達する列車もあった。1982年の上越新幹線開業以降、富山駅発着列車は徐々に運転本数が削減され、1991年には前原駅金沢駅間の運転に統一された。末期には臨時。 白鷺が運転される際、前原から先のダイヤに組み込まれることもあった。2003年7月に683系が投入されて485系の運用が終了すると、白鷺との際は運転区間の違いよるものだけになり、同年10月1日に白鷺に統合されて廃止された。列車名は、福井県、石川県、富山県の旧国名である越前、加賀。 エッチュを組み合わせたものである。1982年公開の映画、疑惑の最後の場面で、桃井香里が演じた、白川、鬼塚熊子が、カエズ8号、富山米原に乗車し、富山駅を出発するシーンがある。1988年3月13日から1997年3月21日まで、米原駅金沢駅間で運転されていた、 特急列車である。ヘッドマークは、スーパーキラメキと表示していた。北越系統の輝きと共通の座席間隔の拡大等の隠し階層を行った485系が使用され、開通の速達列車として、運転時間短縮のために停車駅を福井駅のみとした。運転開始当初は、全車普通車指定席の4両編成であったが、後にグリーン車、 指定席を連結した6両編成となった。1991年から自由席が連結されるようになると、カエツとほぼ変わらない存在にり、1997年3月22日の改正でカエツに統合されて廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。